エセックス、S S 空母、クス、アセスエセックス、CV、クバ、CVS-9 は、アメリカ海軍のエセックス級航空母艦のネームシップ。艦名は、マサチューセッツ州エセックス軍にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。エセックスは1942年7月31日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船艦読者で、 アーテムス・エルゲート夫人、海軍航空次官の妻によって、命名、浸水し、1942年12月31日に、艦長の指揮下収益した。訓練公開の後、太平洋に開港された。1943年春のエセックスの真珠湾、到着は、太平洋艦隊司令長官チェスターに三つ大将を、して、 新しい中部太平洋部隊の編成の第一弾として位置づけられた。8月に入り、第五艦隊が編成され、艦隊司令長官に、レーモンド・スプルーアンス中将が、指揮下の高速空母任務部隊の司令官に、チャールズ・エイ・パウナル少将がそれぞれ就任した。エセックスは、続いて春行した、ヨークタウン、アセス・ヨークタウン、CV-10 及びインディペンデンス、アセス・インディペンデンス、 CVL-22 と共に、第15任務部隊、パウナル少将を構成し、南鳥島攻撃のための2週間に及ぶ訓練演習を共に行った。第15任務部隊による南鳥島攻撃は1943年9月1日に行われ、島の施設の70%以上が破壊された。この攻撃は、震災用の機動部隊戦術の実際の運用と試験、 訓練を兼ねていた。南鳥島攻撃から帰投すると、エセックスは、ヨークタウンと共に、第14任務部隊、アルフレッド・イーモント・ゴメリー少将に配置外となり、10月6日から7日に、かけてのウェイク島攻撃に参加した。その頃、ソロモン諸島の戦いは、ブーゲンビル島の戦いを目前にしており、ニミッツ大将は、上陸作戦を支援する、空母部隊として、 南太平洋軍、ウィリアム・ハルゼー大将指揮下の第38任務部隊、フレデリック・シー・シャーマン少将のみを当てる予定だった。一方で、中部太平洋方面でも、ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦の開始が目前に迫っていた。エセックス・ヨークタウンに続く、新鋭空母の造成が続けられていたとはいえ、この時点で、ソロモン方面に振り向けることが可能だった空母は、 第5艦隊から借りていたベテランのサラトが、アセス・サラトが、CV-3 と新鋭のプリンストン、アセス・プリンストン、CVL-23 だけであった。アメリカ軍は11月1日のブーゲンウィル島上陸を成功させ、翌2日に正規したブーゲンウィル島沖海戦で、大森センタ太郎少将率いる日本艦隊を追い払うことに成功したが、11月4日になって、 クリタ・雄中将を率いる強力な日本艦隊の来航を発見し、ハルゼ大将はこれに対抗するため、第38任務部隊をラバウル近海に派遣して11月5日に第1回のラバウル空襲を実施。クリタ・中将の艦隊は大損害を受けトラック諸島に逃げ帰った。これに飽きたらぬハルゼ大将は、ダメ押しのラバウル空襲を行うことを決め、ニミッツ大将に、 新手の空母任務部隊の派遣を要請したのである。ニミッツ大将は、ギルバート諸島方面の戦況を睨みつつ、新手の空母任務部隊を派遣することとし、エセックス、バンカーヒル、アセスバンカーヒル、CV-17、インディペンデンスを機関とする、第50.3任務部隊、モントゴメリー少将を派遣することに決した。護衛官邸の手配の関係で、 第2回のラバウル空襲は11月11日に行われ、第38任務部隊はブーゲンビル島北方から、第50.3任務部隊は道東,東南方から、ハサミ打ちの格好で艦載機を発進させた。第2回のラバウル空襲は、第2水雷戦隊に打撃を与えて成功した。しかし、第50.3任務部隊は、第3次ブーゲンビル島沖航空戦に遭遇し、 反復攻撃を中止して、ソロモン海域から引き上げ、エスピリトサント島を経由して、第5艦隊に復帰し、ギルバートの戦場に向かっていった。11月18日からは、パラワ攻撃に参加し、洋上での補給の後、12月5日には、クエゼリン艦賞を爆撃して、所在の施設や艦船に打撃を与えた。パウナル少将は、南鳥島攻撃を皮切りに、 空母作戦を滞りなく進めていったが、部下から慎重すぎるなどと式季ぶりを批判され、1944年になって早々に更迭された。後任の司令官には、マーク・ミッチャー少将が就任し、部隊の名称も、第58任務部隊となった。エセックスは、イントレピット、アセス・イントレペット、CV-11、カボット、アセス・キャボット、 CVL-28 と第58.2任務軍、モントゴメリー少将に属し、1月29日から2月2日まで、クエゼリンの戦いの支援に参加した。作戦が予想外に進捗したのを受け、エニウェトクの戦いが繰り上げて実施されることとなり、その支援のためトラック島空襲が実施された。エセックスのいた第58.2任務軍は、第58.1任務軍、 ジョン・ W ・リー・ブス少将及び第58.3人務軍 FC ・シャーマン少将と共に2月17日と18日に空襲を行い壊滅的な損害を与えることに成功した。3個任務軍は一旦引き上げた後2月23日にサイパン島テニアン島及びグアムを攻撃して日本側の補給路にさらなる打撃を与えたマリアナ諸島空襲。 一連の作戦を終えると、エセックスは、オーバーホールのためサンフランシスコに開港された。オーバーホールを終えたエセックスは、アメリカ海軍航空隊のエースパイロットである少佐が、率いる、第15飛行軍を乗せ、バスプ、アセスワスプ、CV-18、3邪神と、アセス3、ハシンと、CVL-30 とともに、第58.4任務軍を構成し、 5月19日から20日にかけては南鳥島を5月24日にはウェイク島をそれぞれ攻撃。続くマリアナパラオ諸島の戦いでは6月12日から8月10日までのマリアナ諸島制圧6月19日から20日のマリアナ沖海戦および9月6日から8日までのパラオ制圧を中心に一貫して航空支援に努めた。この間エセックスがいた 大艦隊の司令長官は、第5艦隊のスプルーアンス大将から第3艦隊のハルゼー大将に代わり、第58任務部隊は、第38任務部隊と改められた。直後の9月9日から10日にかけては、第38.3任務軍、FC シャーマン少将の一艦として、民オ島攻撃を行い、ペリリューの戦いを支援した。 エゼックスは占領したばかりのうるしい干渉に寄稿。10月2日に台風が襲来したものの乗り切って、10月6日に南西諸島及び台湾攻撃のため出撃した。エゼックスの関西機は10月10日に沖縄島を10、10空襲、10月12日から14日にかけては台湾各地を空襲して、アメリカ軍の冷ー搭乗陸を支援した。 10月24日から25日のレーテ沖海戦に参加し、10月30日まで日本艦隊の捜索を行った後、ウルシーに一旦帰投して補給を行った。11月に入ってからはマニラ空襲などフィリピン北部の要所を空襲し、日本軍に圧力をかけ続けた。ウルシーに再度帰投していた際の11月20日、ウルシーは日本海軍の人間魚雷、 回転による襲撃を受け、エセックスの眼前で、給油艦ミシシネワが爆発炎上した。11月25日から26日にかけても、エセックスの第38.3任務軍は、フィリピン各地への空襲を計画していた。しかし、その11月25日、エセックスは初めて敵の攻撃により、損害を受けることとなる。この日、日本軍は冷戦、水星、 銀河を機関とする5体の神風特別攻撃隊を、マニラ近郊の航空基地から発進させ、すでに第38.2任務軍、少々のイントレピット、カボットに突入して、損害を与え、ハンコック、アセスハンコック、CV-19 に警備な損害を与えていた。エセックスは、特攻機2機の攻撃を受け、そのうちの1機を撃墜したものの、もう1機が、飛行艦班に命中。 15名が戦死して44名が負傷したが、深刻な損害とはならず、被災したイントレピットの関西機を一時的に収容して避難させた。一連の神風攻撃は、ハルゼー大将に11月26日の攻撃を中止させる決断を引き出すに至り、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将の大半は、フィリピン海域から一時撤退することとなった。 ウルシーでの修理の後、エセックスは再び前線に出動。12月14日から16日にかけては、ミンドロ島の戦いを支援。コブラ台風に、遭遇の後、生存者の捜索に当たった。1945年に入り、エセックスは、台湾、先島諸島、沖縄及び、ルソン島に対する一連の攻撃に参加し、輪河円湾上陸に橋を発するルソン島の戦いの、 手助けをした。続いて、第38任務部隊は、南シナ海に侵入し、サイゴン、海南島、香港、中国沿岸部を片っ端から攻撃し、軽巡洋艦貸し率いる日86戦団などを全滅させるなど猛威を振るった、グラティチュード作戦。1月20日から21日にかけて台風に遭遇した後、1月26日から27日に、 かけての台湾、沖縄、宮古島への再度の攻撃を行い、うるしいに祈祷した。この後、ハルゼー大将は、スプルーアンス大将と交代して、艦隊の名称は、第五艦隊となり、第三十八任務部隊は、第五十八任務部隊となって、ミッチャー中将が指揮を取ることとなった。エセックスは、洋の戦いの援護として、1942年4月18日の、 同リットル空襲以来初めてとなるアメリカ海軍による日本本土空襲のジャンボリー作戦に参加するため出撃した。2月16日から17日及び25日の3度に渡り、関西機は東京をはじめとする関東地方各地の軍事施設や工場を攻撃。日本軍の抵抗は驚くほど微弱で、関西機は大した損害もなく空母に収容されていった。 3月7日に第58任務部隊はウルシーに帰投したが3月11日にアズサ特別攻撃隊による特攻攻撃を受け空母ランドルフが損傷した。3月に続いてエセックスは沖縄戦に参加。3月28日から5月23日までの間、断続的に航空支援を提供し続けた。 この間に再び第5艦隊は第3艦隊となって、春税大将と負け院中将が部隊の指揮を取った。レーテワンでの整備の後、エセックスは、ボーガン少将の第38.3人務軍の一艦として、日本の本州各地に対する最終攻撃に参加した。エセックスの関西域は、7月10日の厚木海軍飛行場攻撃を皮切りに、東北地方。 生肝連絡船などに対する攻撃を遂行した。8月15日の日本の降伏の後、エセックスは9月3日まで戦闘紹介を継続。その後、本国に帰島し、1947年1月からは、ブレマートンにおいて予備役艦隊に編入された。エセックスの近代化改装工事は、 予備役艦隊在籍時の年1五十一年一月十六日から行われ、新しい操縦室や洗練された環境構造物が設置された。工事終了後、エセックスは AWE ロック大佐が艦長に就任して最終駅した。ハワイ近海での簡潔な訓練の後、エセックスは朝鮮戦争に第一空母戦隊と第七十七任務部隊の帰還を兼ねて、 極東水域に向かった。朝鮮戦争におけるエセックスの行動期間は、1951年8月から1952年3月までと、同年7月から1953年1月までの2度に渡った。エセックスは F2H バンシーを実戦で初めて発艦させた空母となった。1951年9月16日。 被弾し帰ってきた一機の F2H が爆発た炎で7名を戦死させた後、飛行甲板全部に待機中の他の航空機に衝突した。エセックスは朝鮮水域から引き上げて横須賀で修理を行い、10月3日には前線に戻って応力港近辺への国連軍攻撃の支援を行った。1952年8月29日にエセックスの関西域は、 ボクサーの関西域と陸上基地から発信した空軍機や苦戦機と協力して平壌を爆撃し壊滅させ9月1日にはボクサー、プリンストンと共に喜び強軍の石油基地を攻撃し北朝鮮の保有していた燃料の3分の1を焼き払った後年アポロ11号の船長となるニール・アームストロングはこの頃エセックスにパイロットとして配属されていたまた 従軍作家のジェームズ・ミッチェナーは、作戦中のエセックスに取材で乗船しており、その経験をもとに、残りの橋を執筆し、後に映画化された。1953年12月1日からは東、シナ海において、急戦艦師紹会を行い、1954年11月から1955年6月に、かけては、訓練に従事。その間の3ヶ月、エセックスは、 第7艦隊と行動を共にし、1955年2月の大1島撤退作戦への支援及び、沖縄沖での艦隊行動に従事した。1955年7月、極東水域での行動を終えたエセックスは本国に帰島し、ピュージェットサウンド海軍造船所に入居して、修理と大改修工事が行われた。SCB-125 近代化計画として行われた。 この大改修は、ジェット機運用のためのアングルドデッキ設置と、後部エレベーターの再配置を、主として行われた。工事終了後の1956年3月、エセックスは、太平洋艦隊に編入され、14ヶ月もの間を、西海岸水域で行動した後、第7艦隊で行動した6ヶ月間を除いた、ほとんどの期間を、大西洋艦隊で行動することとなった。 エセックスは1957年8月21日にサンディエゴを出港し、ホーンミサキをめぐって8月1日にメイポート海軍補給基地に到着した。1957年秋、エセックスはナト o による演習に対戦空母として参加。1958年2月からは第6艦隊に加わって地中海東部に向かった。7月14日にはデワノン危機。 にこうして、空母、サラトガヤワスクと共に、米ルートに進出するアメリカの平和維持軍の上陸を手助けし、8月20日まで、紹介活動を続けた。ついで、エゼックスは再び極東水域に進出するよう、命を受け、スウェズ運河を通過して、台湾近海に向かって、任務を終えた後、メイポートに帰投し所定の航空業務を終えた。エゼックスは、地中海東部に戻り、 1959年秋には、第2艦隊及び、イギリス艦隊と合流して行動。同年12月には、フランスのフレジュスで発生した洪水の被災者の救援活動に従事した。1960年春、エセックスは、対戦支援空母、アス・ダブリに、艦首変更され、ロードアイランド州を母港とし、第18空母船隊と、 第三対戦空母軍の帰還を兼ねることとなった。ニュージャージー州沖での救助活動の後、エセックスは海軍将移候補生を乗せ、インド洋に向かった。その途中、NATO と CNTO の訓練に参加し、スウェズ運河を通過して、カラチとアデン、イギリス連邦内の2港に寄港した。11月には、フランス海軍との合同演習、Z ストリーム作戦に参加した。 1961年4月、エセックスは、ジャクソンビルの海軍航空隊の隊員医療維持のための訓練に参加するため、2週間の通常、訓練公開の名目でフロリダ沖を航行した。この時、エセックスには12機の A-4 スカイホークを搭載し、パイロットはから派遣されていた。A-4 は20ミリ機銃で武装されており、数日後には、識別標識は、 機体と同じグレーの塗装で塗りつぶされた。やがて A-4 の一体は事実上の戦闘障害飛行のため昼夜は勝たず飛行するようになった。一連の行為は4月15日から19日にかけて起こったピックスワン事件で出動した爆撃機護衛のための任務であったがエセックスの一般の乗組員には真相は知らされなかった。エセックスの航空活動は ジョン・ F ・ケネディ大統領とエセックスの高級幹部の間で交わされた極秘指令により中止された。1961年後半のエセックスは人々から人々へと題された北部ヨーロッパへの航海を行い、ロッテルダム、ハンブルク及びクリーノックを訪問した。ハンブルク寄港時には100万人もの人々がエセックスを見学した。ハンブルク出港の際、エセックスは エルベ川の浅瀬に座礁しかけたが、この時は事なきを得た。しかし、1962年1月に北、大西洋において、暴風雨に遭遇し、艦全体にわたって大きな損害を受けた。エセックスは、この損傷の修理とオーバーホールのため、1962年上半期の大半を、ブルックリン海軍交渉のカンドックで過ごした。 エセックスが6ヶ月にわたるオーバーホールを終え、グアンタナモアン周辺で試験公開を行っていた1962年10月、ケネリ大統領は、キューバにソ連製準中距離弾道ミサイルが配備されていたことが判明したため、キューバ周辺の公開上の会場の海上封鎖を行う、胸宣言を行った。エセックスもカリブ海での1ヶ月に及ぶ海上封鎖に参加し、 感謝祭直前に母校に寄稿した。エセックスは1967年に行われたアポロ1号において宇宙飛行士を収容して回復される母艦として使われる予定だった。計画では14日間の集会の後にプエルトリコ北方海上に1967年3月7日に着水が予定されていた宇宙飛行士を収容する予定だった。しかし、 打ち上げ予定の宇宙船 AS-204 は1月27日に訓練中の事故で炎上し、宇宙飛行士3名が死亡したので任務は行われなかった。この後、エセックスは1968年10月に行われたアポロ7号で再び母官として起用され、10月22日にプエルトリコ北方海上でアポロ7号のクルーを無事収容した。 その間の1968年5月25日には、ノルウェー海を航行中に、旧ソ連海軍のツポレフツマイナス16による威力偵察を受けるツマイナス16はエセックスに対して、異常接近やエセックス飛行艦班と同じ高さほどを低空飛行を行っていたが、ツマイナス16はエセックスの近くに墜落した。 エセックスは1969年6月30日に退役した。1973年6月1日に除籍され、1975年6月1日に防衛再利用マーケティングサービス、ディフェンスリータラゼーションマーケティングサービス d r m s によってスクラップとして売却された。クスは第二次世界大戦の先行で、 主君部隊賞及び13の従軍聖賞を朝鮮戦争の先行で海軍部隊栄誉賞と4つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。